パリ16区の1パリ16区の 1, パリ,区の1パリの16区は、フランスの首都、パリ市を構成する20の行政区の一つである。第16区、パリ16区ともいう。市の西部に位置しており、ブローニュの森を含む、南北に蛇行するセヌ川に挟まれた区域であり、区の東西でセヌ川に接している。パリの16区は、市の西部にある行政区。パッシー区と呼ばれることもある。 セーヌ川が南北に蛇行する区域にあり、区の東西はセーヌ川に面している。ペリフェリックが区の中央部を縦断しており、その西側がブローニュの森となっている。20区のうちでは12区に次いで2番目に大きい。人口は16万1773人、1999年。人口の推移等詳細については口述。区の名称は 市の中央部から時計回りに螺旋を描くようにして、各区に付けられた番号を元にしており、東区は、その16番目に当たることから、16区と名付けられた。セーヌ川を挟んで、エッフェル島の対岸にあたる16区、北側地域一帯は、パッシーと呼ばれ、貴族街と呼ばれる、アンバリッド地区あるいはフォーブール、サンジェルマン界隈と並んで旧貴族や富裕層が住む。 高級住宅街として有名である。メトロ・パッシー駅、ビラケム教16区の主要な施設としては、シャイオグトロカデロ11月11日広場、パリ市立近代美術館、パルク・デ・プランスなどのほハック、17区との境界に、エトアール外専門がある。また、ブローニュの森には、バガテル庭園、ダクリマタシオン遊園地、パリロンシャン競馬場、スタッド、 ローラン・ギャロスなどがある。なお、セーヌ川に沿った地域のうち、イエナ流しより、上流は、パリのセーヌ菓子として、世界遺産に登録されている。パリ16区の概略図16区は、パリの西部に位置している。南北に蛇行するセーヌ川に挟まれた区域にあり、東西でセーヌ川に接している。市内では、セーヌ川の北岸地域にあたり、エッフェル島のあるシャンド・マルス公園の対岸にある。 ペリフェリックが区のほぼ中央部を縦断しており、その西側の地域はブローニュの森となっている。面積は16.31平方キロメートルで、20区の内では12区に次いで2番目に大きい。ブローニュの森を除くと7.85平方キロメートルとなる。エッフェル塔からパッシーを望む。奥にブローニュの森、下はシャイオグー。北は 同じパリの行政区である8区と17区に接しているが、ペリフェリック異性は、オードセーヌ県の自治体である、ヌイッシュルセーヌに接している。南は、同じく、オードセーヌ県のブローニュイ・コールビアンクールに接している。東は、セーヌ川を挟んで7区と15区に接している。西は、南から蛇行してきたセーヌ川を挟んで、北西はピュートー、西は、シュレンヌ、南西は、 サンクルーの各自治体に接している。リュアガーカルティエクブンズパリの行政区は、それぞれ4つの地区に区分されている。16区を構成する4地区の高度と名称は、次の通りである。エッフェル島から見る、シャイオ地区16区の人口は、1962年に227,418人となり、ピークに達した。しかし、その後は、減少を続け、 1999年には、ピーク時の7割程度の16万1773人となった。2005年の推計では14万6900人と見積もられており、人口のさらなる減少が見込まれている。また、人口の減少とともに、人口密度も減り続けており、1999年の人口密度は、ピーク時の7割程度の2万619人と、 なっている。人口の推移の詳細は次の通りである。OECD 本部2019年16区内には各国大使館等が多く所在する。モナコ、トルコ、ロシア、ボリビア、旧仏領アフリカ諸国など90カ国以上の中仏大使館が16区内にあり、フランス駐在大使館の約4割が集中する。旧ブーランビリエ城、または パッシー城以下、区内の主なリセをピックアップ。ロンシャンの宿女たち、1908年ノートルダム・ド・グラス、ド・パッシー教会ノートルダム・ドという教会、エッフェル島から、トロカデロ庭園及びシャイオグルの長めバガテル庭園、及びバガテル城16区は、南北に蛇行するセーヌ川に挟まれた区域であり、区の東西でセーヌ川に接している。そのため、橋梁については、 区の東側と西側に分けて記述する。区東側16区の東側では、セーヌ川は北から南へ流れる。セーヌ川に架かる橋は次の通りである。区西側16区からパリ市街に出たセーヌ川は蛇行して南から北へ大きく方向を変え、16区の西側で再び接する。橋は次の通りである。パリの広場は しばしば2以上の道路が交差する場所に位置し、中心の島を道路が周回するロータリー以上の交差点となっている場合が多い。中心の島部分はオベリスクや緑地等に利用されている場合もある。16区の広場や交差点には次のようなものがある。ありがとうございます。